皆さんこんにちは。今回もスプラックスのプレイングサッカーでシャッフルモードですね。これをやっていこうと思います。世界中の選手をランダムに選抜してたった一つだけのチームを作る。どんなチームができるかは完全に運次第という何回でも遊べるモードですよね。はい、ジェラード・ケヒル、あ、無と思いますね。あ、これはそこそこ面白い形が見られるかもしれない。はい、あれ、ジェラード、あ、そっか、うん、まあジェラードオフェンシブに使いたいですね。で、武藤もここに絡めますか。はい。武藤、ケイヒルのコンビネーション見れそうですね。で、どうするか。ディフェンダーどうするか。はいはいはい。なるほどね。この人もいらないな。誰ですかね、これ。エクアドルの選手。スピードがあるんで、ウィンガーで。エブラも使えますね。はい。ナインゴラン。センターミッドフィルダー、ベルギー。はい。あ、センターの方がいいか。で、もう一人欲しいな。誰か一人あげないとダメか。この人かな。うん。うん。ディヘアがキーパーですね。いやー、悪くないけど。悪くないけど。悪くないけど、こんなところか、でも。どうしよう、これ。じゃあ、この、4人のカルテットやりますか、また。エブラちょっと下げ目にしてみますか。これ、どうなるか、見ていきたいと思います。はい。はい、ジェラード、ここにいますね。相手はイタリアですか。イタリア代表ね、近年低迷してますけど、まあ、しょうがないですね。イタリアは誰が強いんだろう、まあ、イタリアは緊密なディフェンダーが伝統ですけど、どうですかね。最近はセンターバックの高齢化が目立つような気がするんですが、それは問題ないんですかね。はい、ボール取ってカウンターですね。ジェラードここにいるんで、わ、ジェラードやっぱりちょっとボールの運びが悪いですね。ディフェンシブミッドフィルダー登録だから知りませんが、はい、軽くシュートでまずは先制パンチを。いや、はい、これはオフサイドか。ちょっともっと早く戻って、惜しい。まあいいか。パスが悪かったですね、今の。はい、ちょっと怖いですけど、はい、ここに武藤に当ててキープしてもらいますね。はい、悪くないですね、これは。いい、あ、1点ですね。ジェラードのナイスシュートで、非常にキックありますね。まあ、武藤の引いて戻るポストプレーから発生した組み立てでしたね。はい、武藤も組み立てできるようになってほしいですね。大迫みたいな。そうすれば非常に強いんですけど。はい、うわー、すごいシュート。なるほど。武藤の動き出しが効いてますね、随所に。はい、これ下げて。いや、ケイヒル、あ、ケイヒルの個人技ですね、本当に。体でこじ上げて、ボディコンタクト強いんでね。1点です。はい、わぁ。はい、取ったら、ビルドアップを目指します。ここに当てられると楽なんですね。あ、惜しい。やっぱり、ポストプレーやると組み立ての部分で非常に大迫みたいなんですね、楽になりますね。ポストに当てとけばとりあえず攻撃が始まるという感じで。後ろから組み上げるのは難しいですからね、やっぱ。はい、くさびのパスで組み立てられるはより無難。アムといいますね、ここに。はい、武藤のちょっと無理気味のシュートでしたが、さすがに無理でしたが。はい。武藤に当てます、また。ケイヒルから、エブラ。わぁ。わ。やっぱりどっかで攻撃のポイントが欲しいんですね。それが誰になるのか。はい、ジェラードから。まあ、ジェラードが効いてるか。はい、ケイヒルのヘディングですね。ヘディングは非常に得意中の得意って感じでしょうから。あ、危ない。よし。
はい、ジェラードのシュートですけど、もうちょっと切り込んでほしいな。あ、無理か。お。うん。はい、当てて、落として。あ、ちょっと長いか。いやー、悪くないですけどね、全体的に。やっぱり、決めきれない感じになってるな。イタリアのディフェンダーそこまでパンチがあるとは思えないんですが、はい、エブラのシュート見事に決まりましたね。ここですね、ハイプレス。はい、取れてますね。やっぱりカウンターがかなりイタリア相手に成功してる感じで、そこがイタリアとしても厳しいところですね。ディフェンスは意外とそつなくこなしてるんですが、攻撃の時にうまくいってないと。カウンター食らっちゃうとさすがにね、サッカーイタリア代表でも守りきれないでしょうから。うわぁ、危ない。危ない。はい。おぉ、終わっちゃった。3-0。はい。すいません、終わっちゃいました。ジェラードと、武藤と、誰だっけ、エブラと、ケイヒルですね、オーストラリアの。の4人のコンビネーションを見ていきましたが、まあやっぱり相手イタリア代表だけはちょっといまいち決めきれないところありますが、武藤が非常に効いてましたね。はい、センターでストライカー配置したんですけど、引いて戻る動きも、裏抜けも、どっちもあって、シュートも、まあ入んなかったですけどね、打ってくれたんで。あとはやっぱりジェラードですか。ジェラードをちょっと攻撃的なポジションに使ったのが今回の特徴でしたね。ボール持ち運びはちょっと難がありましたけど、ハイプレスと、あとパス能力、シュート能力、もうボールタッチのうまさ、そこが生きてましたね。これまた、使えるかもしれませんね。まあ、ジェラードはとにかく特徴的な使い方を今回、試したということで、はい、これで終わりたいと思います。